皆さんこんにちは、谷山キネマ谷山亮です。新エヴァンゲリオン劇場版、先日映画トークの方で語らせていただきましたが、現在大ヒット上映中ということで、その関係で昨日監督の庵野秀明さんのちょっとドキュメンタリーが NHK の方で放送されまして、なかなかすごい刺激的な、ドキュメンタリーだったんですけども、で、その関連とかもあって、ちょっとツイッターとかで話題になっているのが、ガイナックス、エヴァンゲリオンってもともとこのガイナックスっていうアニメ会社が制作していて、で、その庵野さんももともとガイナックスに所属していたのが、現在はカラーっていう庵野さんの会社で、制作してるんですけども、で、このガイナックスとカラーとの間にいろいろトラブルがあったというのはニュースにもなったりしてたんですけど、で、そのドキュメンタリーの中とかでガイナックスという言葉が全く出てこなかった、っていうもうし、今放送してる放送配信とかしてるエヴァンゲリオンの、クレジットテレビ版、ガイナックスが作ってた頃のクレジットとかにもガイナックスっていう文字が入ってない、なんならモザイクで消されてるっていうっていうことがちょっと話題になってて、だから結構もうエヴァンゲリオンにとってはもうガイナックスっていうのはすごい黒歴史だ、もう関わり合いになりたくないみたいなさ、ものになってしまっているぞっていう。で、このガイナックスとエヴァンゲリオンの関係っていうのについては、庵野さんのインタビューとかでちょっと取り上げられてた、そういう金銭的なトラブルがあったとかっていうので取り上げられてたんですけど、その前からいろいろエヴァ作ってるのは今ガイナじゃなくてカラーだよとかさ、いろんな言われたりとかあって、これについてすごいいろいろ、昔当時からいろいろとちょっとね思うことがあって、ちょっとなんかモヤモヤするようなことがあってね、それをちょっとこの機会にちょっと語れたらなって思います。ちょっと前から思ったことちょっと吐き出せたら、私のもうこれ一応個人的な、完璧にね個人的なね感情と思い出の話なので、ちょっとそのあたりご了承いただけたら、で、庵野監督のカラーとガイナックスの間で何があったかっていうのは、多分ね Google で検索したら出てくるので、こういう動画に興味持って再生する方はある程度知ってらっしゃるかもしれませんけど、知らないって方はGoogle で検索したら、すごいインタビューが出てくるので、簡単に言うと金銭的なトラブル、庵野さんにお金を借りて返さないとか、あとエヴァの資料を勝手に売っちゃったとか、そういうねガイナックスの経営が傾いてきた時に、で権利とかが多く売り払ったりしてて、でそれでトラブルになったと、で裁判になったりもしたっていうねことで、で自分はこういうことになってしまって、じゃあエヴァのガイナックスとエヴァはもう今完全に切り離されてしまっているという事態について、どう思ってるかっていうと、もうすごいね率直に悲しいですね、すごいものすごくね。で過去の動画とかでもちょっと言ってますけど、私もともとガイナックスの社員なんですよ。社員って言っても、一時期いたことがあるぐらいの、もちろんエヴァとかには全然関わってないしね、当時は子供だったんで、ガイナックスにいたんで、だからお前元ガイナの社員だから、ちょっとさそういうかばってるんちゃう、ガイナの肩持つんちゃうって思われるかもしれないですけど、全然ねそういうことではそういうことはなく、なんならいろいろ庵野さんとトラブルがあった時期、自分もいろいろあったんでね、会社この辺もニュースにもなってるから言っちゃっていいと思う、言うけど、お給料止まったりとかさ、そのお給料止まって何ヶ月か金入ってこなくてうつ病になりかけたりとかさ、会社が給料払ってくれなくてそんなこともあったりして、だから庵野さんカラーとかがさ、いやいや、もうガイナはってなるのは正直わかるわけですよ。ね、ちょっと私のフォロワーとか、ガイナックスの関係者の方もいらっしゃるんで、ちょっと怒られるかもしれないけど、私も別にガイナに
を恨んだりはしてないんでし、別にそんなこうこれからなんかね悪口をぶちまけてやろうぜとかってそういう話じゃないんで、ね、まあ、まあこのちょっとまああの経営傾いてたっていうのはニュースになってたからさ、まあ、これぐらいは言ってもいいでしょうちょっとね私も大変だったんで許してないとね、もし見てるか分かんないですけど。でまあじゃあね、まあだからもう庵野さんがいやもうガイナックスなんてエヴァの中に入れたくない、ガイナのガの字も見たくもねえっていうのはさなってもまあしょうがないとは思う。まあただまあその当時個人的にはね昔当時作ってたから、その過去のことまでなかったことにしてしまうのはちょっと違うんじゃないか、なんかうーんって思うこともあるんですけどね。その旧劇場版とかテレビシリーズはガイナックスでその当時作ってたことは間違いないから、クレジットが消してしまう、今の権利が現在の権利をどこが持ってるか置いといて、そこなんか過去のそういうもん消しちゃうのはどうなんだろうなって思うけど、まあただ心情としてそうなるのはねわかるんですけど、わかりますね。でまあじゃあ悲しいなっての自分がね思うことっていうのはもっと前、さらに以前の話でね、もっとまあこれはまあ完全に思い出話の話になってくるんですけど、ね、まあ、エヴァンゲリオンについては過去にさ、あの映画トークとかでもだいぶ語ったんですけど、まあ、自分は小学生の時にビデオで見て、まあ、ほぼリアルタイムに近いかな、テレビ放送こっち多分やってなかったんでちょっと遅れてたと思うんですけど、ビデオが出たらレンタルで書いて見てて、でまあ小学校高学年か中学ぐらいにハマってて、でまあ高校ぐらいになると、まあでも小中学ってまあそんなにね、あのアニメ大好きみたいな人って周りにあんまいなかったんですけど、で高校ぐらいになるとちょっとあのアニメオタクみたいなさ人がクラスとか部活とかにも出てきて、でそのねエヴァ好きとかさそういうので盛り上がったりして、でまあエヴァの関連でまあこのエヴァを作ったガイナックスっていう会社、今すごいよっていう、すごい面白いアニメいっぱい出してるよってことで、なんか DVD とかさ貸してもらったりして、まあ、当時ねあのいろいろ見たな、まあナディアとかもねあのビデオ借りてきて見たし、あとトップを狙えとか、なんかアベノマ橋魔法商店街とかなんかね、まあクラスの中とかで DVD 借りたりしてさ見たりして盛り上がったりして、あすげえなガイナックスってすごいなってさ、あのまあ今でこそさもうなんかさ、まあ、言い方悪いけどちょっとさもう落ちてしまってるけど、まあ当時はさあの俺が持ってるさアニメヒロイン大全みたいな本があるんですけどね、まあ、その中で1項目でガイナックスの時代っていうさので1項目作られるぐらいにすごい、まあそれ買ったの当時ほんと高校ぐらいそれぐらいの時期だったんですけど、それぐらいのねすごい会社でもうすごい憧れだったんですよ自分の中で。でまあこのガイナックスのでガイナックスのガイナってあの鳥取県のあの自分鳥取県出身なんですけど、鳥取県の方便でなんかすごいとかっていうのをガイナって言うんですよ。なんかガイナ祭りっていう祭りがね地元であるんですけど、ガイナックスのガイナっていうのはこの鳥取のガイナだっていう、でこのっていうのもこうガイナックスのこの、まあ取締役かな当時はの、赤井高見先生というね、プリンセスメーカーとかあのそういうゲーム業界ですごい有名な方が、まあ米子の出身で、まあだからこのガイナックスっていう名前はガイナで、まあそのでこの赤井高見監督が米子を舞台に特撮映画とか撮ったりしてて、あのヤマタノオロチの逆襲っていうであのね樋口真嗣監督とかも関わっててっていう、あ こんなすごいエヴァとか作ってる、あのエヴァとかナディアとか作ってるようなすごい会社のルーツは米子なんだ、自分の地元なんだって、でその地元を舞台に特撮とかも撮ってんだっていうね、でその DVD とかもさ見たりして、まああの自分があの都会の方とかはさ割と見慣れてるかもしれないですけど、まあ地方民からするとさ自分の住んでる町が怪獣映画に出てきてあの怪獣に壊されるとかさそんなことってないんで、まあちょっとさ感動するわけですよ、知ってる風景が出てくるとさっていうのでさ、その、まあ、すごい会社だ、自分が影響を受けた作品作ってる会社だ、でそれがさ地元がルーツだっていうのですごいね自分の中で憧れの存在で、でなんかねそう、まあ、これはね後々にねあのガイナックス入った後とかに理解したんですけど、まああのガイナックスってこの大阪芸大
時代のこの、なんだろう、サークルから、皆さん自主映画とか自主アニメとか作ってて、そこから起業化したっていう流れみたいなんですよね。で、まあ、なんか自分の中で、で私もあの映像の専門学校とか専門学校行って卒業してるんですけど、なんかね、あんまり卒業した後に就職活動をするっていう概念が自分の中になくて、でもなんか自主映画とかやってたらそのうちプロになれるんじゃねえのみたいに思ってたんですけど、実際そんなことはないんですけどさ、なんでそんな風に思ってたかっていうと、このまあこのガイナックスのケースが自分の中で勝手にモデルケースとして刷り込まれちゃっててさ、もうまあ憧れてたさ、樋口真嗣監督とか庵野秀明監督とかさ、赤井孝美監督とかがいらっしゃるところがさ、そういう形で行ってたから、だからね、まあ実際さ、映像の学校卒業するってなってさ、映画の就職先、就活しなきゃいけないけど、映画の就職先なんてないんですよね。テレビのスタッフで入って、そこから下積みして映画の仕事に行くみたいなさ、まあ、当時はね、今は分かんないですよ、今がどうか分かんないですけど、でもなんかさ、まあでも俺はなんかさ、そうなんか感覚的に自主映画やってりゃなんかそのうちなるんじゃねとかって思ってね、就職せずフリーターしながら自主映画撮ってるようなね、自主映画撮ったりゲーム作ったりしてるようなね感じでね、数年過ごしてしまったんですけどね、まあこれは完全にこのガイナックスのケースが自分の中でさ刷り込まれて、映像業界ってそんなもんだって思ってたんですけど、まあこれ入ってから理解したんですけど、いや、あの会社は特殊だったと、決してその一般的なケースではないとね、いうことね、理解したんですけど、まあかなりね特殊な会社、あのトーク、映画トークとかでもさ言ったんですけど、そのエヴァンゲリオンのさ脱衣麻雀とかさ、あの公式でエロゲーみたいなのをさ出したりしてるような会社でさ、まあね、ほんと、まあそれこそさ、そのヤマタノオロチの逆襲で米子を舞台にした特撮映画の DVD に、チラシが入ってて、綾波レイの裸が入ってて、脱衣保管計画とか脳殺カレンダーって書いてあってて、えってさ、まあ、思ったんですけど、いやまあそれぐらいね、尖った感じの、普通よりもかなり尖ったことするさ会社で、でまあそれがすごいさ素敵だなって思って憧れてたんですね。まあだからこうね、自分のまあ青春の思い出なんですよね。青春の思い出の憧れがガイナックスにすごい憧れてた。でその憧れてた一番のルーツはエヴァンゲリオンをガイナックスが作ってたっていうところがある。まあだからまあ現在の権利がどうのこうのってさ、そういう大人の事情はさ、まあもう自分今35歳でさ、大人の事情とかっていうのもどうかと思うんですけど、まあもう今もう心はね18歳ぐらい戻ってるんで、大人の事情なんてどうだっていいんだよってさ、俺が憧れたのはさ、エヴァンゲリオンを作ってたガイナックスに憧れてたんだよ、もう今がどうとかさ、そんなんで語るなよみたいなさ、もう思ってしまうの。でまあこれはもう完全にさ、何の正当性もない個人的なさ思い出とノスタルジーの話なんでね、だからガイナと縁を切ったカラーはおかしいとかって言うつもりもない、ふわら庵野さんが怒るのは当たり前の話で、どっちかというとガイナが悪い話なの。でまあこれこのね、まあガイナックスに自分はねこう就職したんですけど、そのまあその後もね結構、まあ自分が入った時はね、まあガイナ、まあエヴァの権利はまだガイナが一部持ってた、カラーが制作してたけど一部持っててたんですけど、なんかねちょっとまあすでにエヴァの話がタブー感じゃないけど、なんかまあエヴァはカラーのだからねみたいな感じの空気になる時があって、いやまあなんかねイベントとかで、じゃあエヴァとかね、ポップとかにガンガン出したらどうすかみたいなさ話になると、いやエヴァそんなちょっと今は違うでしょみたいなさ話になって、なんかちょっとそのさ、いやまあ今カラーの許可取らないといけないからねとかさ、なんかいろいろさ、なんか企画とか、あでもなんかねすごいモヤモヤするというか、まあ自分は本当ささっき言ったみたいにさ、ガイナとエヴァに憧れてその流れで今ここにいるからさ、なんかすごいね、うんっていうね、すごい違和感があってモヤモヤしてた、ずっとモヤモヤしてたいた頃で、今はまあそのねクレジット消えてしまってるという話題が出てきたりしてて、まあ
いろいろ思うことがあったから今こうやって吐き出してるんですけど、まあなかなかね、しょうがないこととはいえね、まあ結局ね、まあいやガイナックスってすごい会社だったのは間違いないんですよね。憧れてたことは間違いではなかった。すごいすごい会社だし、すごい人たちがねいるところではあったんですけどな。あの庵野さんのドキュメンタリーの中でも思ったんですけど、まあ結局ね、あのまあ庵野監督もそうだけど、仕事の仕方があのクリエイターなんですよね。あのまあ、ガイナックスっていう会社自体、自分がいた頃のガイナックスもそうだったし、で庵野さんのドキュメンタリーも見てても、ああなんかね同じようなさやり方してるのがさで、あの例えばさ、あの面白くない、なんかもう脚本書いても着手して何ヶ月も経ってるけど面白くないから白紙にするとかさ、ゼロから書き直すとかさ、でなんかいやだって面白くないもんみたいなさっていう、これってさ、いやクリエイターとしてはすごい正しいけど、経営ビジネスで見るとアウトなわけじゃないですか。これだってたまたま新エヴァンゲリオン無事公開してるから、ああこういろいろあってできてよかったねって話だけど、こんなん普通の経営で考えたらさリスキーすぎるから、いやいやいやありえない話なんだけど、でもこのね、まあ自分がいた頃のねガイナックスの中でも、ね、そういう感じのものづくりのね仕方してたんですよ。だからもう根っからみんなクリエイターなんですよね、商売人じゃなくて。例えば自分関わってた企画とかでもさ、なんか映画のグッズとか、出す時とかもね、こういうのどうですかって、まあ無難なさグッズ案が出ると、いやこれは面白くないねって言ってさ結局やんないとか、途中まで作ってたやつとかも、これはでも もっと面白くできそうだから一旦やめて来年に回そうかみたいなさ、このイベント合わせで作ってたやつで、結局でもさ、じゃあそのイベントに間に合わないみたいなさ感じのことも何回も変わったりして、いやこれビジネスで経営で考えるんだったらその都度もう無難でもいいから、なんかこのさ時期の旬ってあるからさ、それに合わせて適当でもいいからさ、なんか私の出して売って小銭稼いでやっていった方がね絶対いいけど、まあ、そうビジネス的に考えたら、いやでもまあクリエイターだから面白くないものを世に出したくないっていうさ、出してもしょうがないっていうのがさ、まあ根底にさ皆さんあるわけで、まあそれってさガイナックスもカラーもな一緒なんだなと思って、だからまあ、ただ結局しね、まあだからお金の面でいろいろ大変になっちゃったのかなと思ったら、まあ、分かんないですよ。自分はあの所詮平野社員だったので内情の金の動きとか全然知らないから、まあ自分が見てた雰囲気でね、まあ結構このだね、まあ経営の仕方がねガバガバすぎるとかってさいうのは、あの庵野さんのさインタビューの記事とかでも言われてたんですけど、すごいね自分は心苦しいというか、まあってね、もうちょっとねあれなのは、俺がねガイナックスに入ってでずっとやりたかった特撮の現場に関われたのは、まあ経営がガバガバだったからなんですよねっていうのも、あの自分はね入った時、自分はあのちゃんと入社試験と普通の入り方してないんですよ実は入社試験受けて新卒で入るとかね、そんな入り方したんじゃなくて、ですね、まああのまあそうですね、まあ自分はねもともとこの特撮とかの現場をやりたいってずっと思って映像業界入って、でずっとフリーターしてたと。でまああのまあね、そのオロチのヤマタノオロチの逆襲とかさ、米子で撮った特撮映画のね DVD とかを、自分はこうね、まあオタクあるあるで周りに布教してたんですよ。これ夜中でこんなん撮ってるしようって高校ぐらいの時にさ、まあ周りの反応ね結構あのアニメオタク多かったけど特撮オタク少なかったか、ああみたいな感じだったんだけど、当時は、まあ、それからね、まあ 10年は経ってないか、7年ぐらい経ってね、地元のね、知り合いから電話がかかってきまして、あのガイナックスってエヴァ作ってた会社だよねって言われて、で赤井高見さんってなんか前なんか米子で撮ってたやつなんか見せてくれたよねって言われて、でその赤井高見さんが米子でなんか特撮映画やるらしいよって話を、でなんかどう今大阪でフリーターしてんだったらちょっとなんか参加してみないとかっ
ていう話をね、知人が教えてくれて、いやだからね、まあ7、18ぐらいの時に撒いてたね、布教してた種が、7年越しぐらいでね、人生逆転のカードと目になることがあるのでね、お宅の皆さんはね、布教活動してるとね、ポッとした時に帰ってくるかもしれません。でまあまあまあ、ちょっとね前振りが長くなったんですけど、まあその米子でだから特撮映画を撮る、ネギマンっていうね特撮映画を撮ったんですよ。 YouTube にね上がってるんで、よかったらネギマンで検索してみてください。ネギのね、ネギの特撮ヒーローじゃないな、あのまあ巨大なね、ウルトラマンって言った問題あるんですけど、ウルトラマンサイズのネギの、特撮キャラクターが、米子の街をカッポするっていうね、ミニチュア特撮の映画ね。でまあ、で自分はもともとそのボランティアスタッフ募集っていうのがあって、そのボランティアスタッフとして、映画の現場にずっと出入りしてたんですよね。その特撮の現場に顔を出したり、イベントに顔を出したりして、でまあその時に、まあ、東京から来てた、武田さんっていうね偉いプロデューサーがおりまして、まあ、その方が現場にいまして、でまあそのダイナックスの社員に自分の知人がいたんで、友達がねガイナの社員に先になってたんですよ。こう地元、まあ、あの鳥取から何人か撮るっていうので、まず自分の友達が先に入ってた。でまあその友達が、でまあ俺はこの特撮の現場に、まあちょっとその友達の つてもあって、ちょっと深く入って、深く関わってて、でまあその友達がその東京の偉い武田さんに、あの僕の友達の、まあ谷山っていうやつが、まあちょっとね、まあ映画とか自主映画とかやったりして、ね、してるんですけど、こうどうですかねみたいな、ちょっと話してくれて、あの今ちょっと人手が足りなかったりするけど、あのうちで雇ったりできませんかみたいな話をしてくれたみたいなのね。そのでそれ経由で、まあ、ああいいよってさ、まああの同じ現場でさ、もう俺はせっこら働いてたからで、まあだからその東京のプロデューサー経由で俺は入って、でね、これはね、もうほんとさ、ガバガバだからって言ったけどさ、俺はね初めて出社した日のことをよう忘れられないんですよ。これはさ、今だから笑って話せるけど、あのですね、まあその、まあ、東京から来てた武田さんって言って、まあさっき言ってたね、米子の出身の赤井高見さんっていう方が、米子の赤井高見監督が主導で米子は動かしてるこの場所、では僕は武田さん経由でガイナックスに入れてもらったんですが、この武田さんから赤井さんへ話が通ってなかったですそうさ、うん、あいいよって武田さんは言ってたんだけど、その米子のこのね統括してるさ、リーダーの赤井高見さんにその話が通ってなかったわけです。つまりどういうことかって、もう僕は初日さ、じゃあ何日に来てって言われて行った。でまあそのね、一緒にいた友達と一緒に来て、まあ、じゃあちょっとね、あ赤井さん来た、挨拶しとかんといけんと思ってさ、するわけじゃないですか、あどうも、あこんにちは、どうもお疲れ、あどうもお疲れ様です、あのこれからよろしくお願いします、ん、あのこちらで働かしてもらうことになったので、え誰が、え、あの自分が、えそうなの、おお、俺とその紹介してくれた友達はさ、2人して事務所の前のベンチにさ、そう今日なだれてさ、どうしようなあ、俺どうしたらいいみたいな感じでさ、でまあそんな感じだったんだけどさ、まあもうさ、こいつ湧いたからさ、まあそのさ、これから会議が始まるわけですよ。で私はその隅っこにさ、こういて、こういるけどさ、まあ、他の、当然さ、赤井さんに話が通ってないってことは、他の人にも話なんて通ってないからさ、みんなさ、こいつなんみたいな目でさ、チラチラさ、見られるわけですよ。もうさ、生きたことしないわけですけど、で、まあまあでも、ね、最後の最後にその、武田さんが、あ、そのね、そこにいる谷川くん、今日からちょっと働いてもらうこと、ここで働いてもらうことになったから、よろしく、みたいなさ、みんなよろしくね、みたいな感じに最後にちょっと言ってもらって、よろしくお願いしますってことで、入ったっていうね逸話がございまして、でまあ最初はねバイトで入ったけど、まあ私もまああのね一応学校とか出てて、あのフォトショップとか編集ソフトのスキルがあったんで、まあちょっとね、お役立ちできる場面がね、ちょうどその映画の中で
ね、今フォトショー使える人探してたみたいで、あのフォトショー谷山さんってフォトショー使えるって聞いたんですけど本当ですかみたいなさ感じでちょっとね若い子に言われてね、あで、まあ、そこでちょっとね頑張っておかげでちょっとまあまあ正社員に、ねなることができたという、まあ結構ねそんな感じで入ったんですけど、まあまあでもそのさ通常だとありえないようなさ、そのガバガバだから入れたけし、でも入ったおかげで僕はずっとこの念願だった特撮映画の現場に関わって、まあ、ミニチュア特撮やれて、人生でさやっぱそういうずっと夢だったからゴジラとかに憧れてガメラとかね見て、まあそれに関われて、でまあそこでイベントとかいろいろ映像のスキルを学んだ上で今独立することができたので、まあ結果で言うとね、そのガバガバ体制に俺は人生を救われたのでね、あまりさ言えないよね。多少給料が止まったぐらいじゃ文句言えないし恨むこともないしさね、なあ、ただまあそれね、だからうんって感じなんですよ自分としては。なんかね、いろいろこのねネットでも、いや僕はガイナックスみたいに言われるとさ、いや言われてもしょうがないと思うよ、あの記事の内容見たら。でも悲しい、辛い、個人的にはそういうね憧れとかすごいあったから、自分のこの青春の思い出が大人の事情でさだんだん踏み壊されて砕かれてしまったね感覚がさ、すごい辛い感じでね。まあなのでね、まあだからね、すごいね、すごい嬉しかったことがあって、でも、まあ、その米子って鳥取県米子市の方でやってる映画のイベントが、あのクラウドファンディングをねしたんですよ。まあその赤井高美さんが、やってて、こう会長でやってて進めてたこの地方のね米子の映画のイベントでその特撮映画撮ったんですけど、まあそれがね今今年で10年目迎えるんですけど、まあ、クラウドファンディングやってて、まあそこにあの庵野秀明監督が応援のメッセージをねくれて、でまあゲストに樋口真嗣監督がね来るはずだったんですけど、今ちょっとコロナで延期になっちゃったんですけど、でまあ庵野監督が応援メッセージくれた。あなんかさ、あ米子はいや分かんないよ、和解したかとか許されたとか分かんないけど、少なくとも絶縁だみたいな状態ではなく、米子のここはちょっと少なくとも表向きは絶縁するほどではないぐらいにはさ良好な関係ではあるんだって思ってさ、すごいちょっと嬉しかったよ。まあそれ多分さ、このまああの自分がお世話になってたからね、ちょっと引き目もあるかもしれないですけど、この赤井高美さんっていう方がねすごいね、まあ人徳があるというかね、人間としてすごい魅力的な方やね。まあであの、まあ、樋口真嗣監督とはまあお友達らしいのよね、あの僕友達だからってさ言ってて、であのまあなんかねこれしもう多分言ってもいいかな、シン・ゴジラの時になんかイベントやってて、そのイベントになんかそういうさ今特撮映画撮ってるつながりでなんか一緒に出たことがあったんですけど、まあね、それがちょうどねあの庵野さんにと裁判が始まったぐらいの時期でさ、でまあまあね、シン・ゴジラというと、庵野秀明さんだけど、まあ皆さんご存知の通り、今庵野監督とガイナックスは非常に危険な状態にありますけども、なので僕はガイナックスプロデューサー赤井高美としてではなく、樋口真嗣君の個人的な友達として、あのイベントに行ってきますって言って、そんなの通るのって思うけど、まあそれと通っちゃうぐらいにはさ、すごいまあまあ解散ならっていうぐらいに人徳があるってことだと思うんですよね。まあ、まあ、自分が知ってなんかすごいお世話になったし、すごい魅力的なね方だしね、まあ、ちゃんとした方だしね、すごい、まあ、自分の特撮の師ですよ。あの勝手に自分の師って自分が言ってるだけで、ね、向こうは弟子にした覚えがないぞっていう感じだと思うんですけど、ここ心の師匠、あの実際会ったことがない映像で見ての師匠は樋口真嗣監督で、実際の現場を見させてもらう師匠は赤井高美監督ですね、私の映像のね、まあまあそんな感じでね、今もうさ言いたい放題喋ったからさ、もうさっきも言ったようにガイナの関係者、俺フォロワーいるからちょっとさ何やねーってさ怒られるかもしれないけど、あので一応じゃあ最後に僕は言い訳させてもらいますよ。あのでも僕は、ガイナックスの当時お世話になった
プロデューサーの、偉いね取締役の方のこう言ってらっしゃったのいうのをね聞いております。最近の若い子はねおとなしすぎるね。これ言ってもいいですか、どうなんでしょうかね、まずいですかねとかっていろいろ言ってくるけど、言ってええね、言うたらあかんことなんてないね。だって君らが知ってる範囲のことなんて言ってええね、ほんまに言うたらあかんようなことは君らの一般の社員には降りてきいへんから、そんな話は。君らが知ってるようなことはどんどん喋って発信していって宣伝していったらええねんみたいなっておっしゃってたので、まあ自分が知ってる範囲のことは喋っていいかなみたいな、別にそのね、ちょっとね気分を害されたりしたら申し訳ないですけど、いや私はガイナックスにお世話になったと思ってるし、今でもねお世話になった重役の方々はね今それぞれ別々の会社で別々の道を歩んでますけども、すごいね、尊敬しておりますので ね、だからこそちょっと今こういうことになると悲しいと、ずっとね何年も貯めていた言葉をちょっとこのタイミングで、ね、発散してしまったということがねありまして、はい、でまあ自分の中でねこの仮に今はどうなろうと、今の権利関係がどうだろうと、今の関係がどうだろうと、自分の心の中で憧れてたことは事実だし、その当時エヴァンゲリオンをガイナックスが作ってたのは事実ではある。自分が持っている DVD の真心を君に、旧劇場版にもガイナックスって書いてあるロゴが。なのでまあ過去はね、なんか世間からこうやってガイナックスが関わってたってことはさ、もうクレジットカードも消えてなかったことになってしまう、いやエヴァはガイナは関係ないからみたいな感じになってしまうのはちょっと違うというか、辛い悲しいし違うと思う。例え今の権利、今の制作、新エヴァには関係なくても、少なくともエヴァンゲリオンという作品には関係ないなんてことは絶対ないとは思う、だから私は、あえてそういう語り継いでいきたい。ガイナックスという会社を紹介するときはエヴァンゲリオンを作っていたっていうさ言うけど、でカラー、いやエヴァはカラーでしょってツッコミは絶対入るけど、いやその自分の心の思い出を大事にしたい。もうあの頃の少年時代の、自分が社員だったとかどうでもいいの、少年時代の思い出を大事にしたい、ね、それはそれで庵野さんとかカラーの方がお怒りになるのは当然のことだと思うんで、それはそれでね別に尊重するというか、まあ仕方がないことだと思う。それは受け止めた上で、いろいろね、だからかつてガイナックスという会社はねすごい会社があった、尖ってた、そういう会社がエヴァンゲリオンを作って公式で熱いマージャン出したりしてたっていうそういう話を語り継いでいきたいと思ったんです。いやまあでもさ、今どうなんだろう、最近のアニメ会社、俺まあもともとアニメそんな詳しくないけど、そういう会社ってあんのかな。ガイナックスぐらいじゃね、あんなイカれたことするさ、ファンキーなことするのさ、なんかそれぐらいファンキーな会社がねもっとあってもいいと思うから、これからそういうのが出てきてほしいですね。ちょっとさ、まあ、まあ正直さ、庵野さんとか分かんないよ、全然知らないけど、なんとなく多分そういうのも嫌だったんだろうなと思うからね、あんまり言いづらいけどね、そういうさなんかもうガイナックスの悪ふざけみたいなさ、そういう感じでさ、なんね脱衣麻雀とかさ、ヌードカレンダーとかさ、公式で出しちゃうようなもう自分のキャラクターされるのももしかしたら嫌だったのかなってちょっと思ったりもさするとこもあるから、分かんないですけど、いや分かんないですよ、これは完全に想像なんであれですけど、まあ、ただ自分はそういうのに触れて育ってきて、いろいろ影響を受けて人生変わって、おかげで今ここにいることは事実なので、これはもう何が起ころうが変わらないのに、ただガイナックスに親を殺されようが変わらないんで、まあ今後、まあ、そういう会社がね出てきてほしいなと思うけど、まあお前がやるんだよって話か、谷山キネマがそういう会社になるんだよって話かって、まあ、ちょっとね、あんまり俺エロゲーとかはそんなに今そういう脱衣マージャン作りたいとかね、あんまり思ってないからね、あれなんですけど、まあまあですね、まあ最後にね、まあ本当に夢をね、夢を作って売る者人たちっていうのにはね、夢をそれを守る責任っていうものがねあるなとね思いました。本当にね、もう本当さ、まあここねガイナックスに限らず、ガイナックスとカラーに限らず、映画の権利関係とかでさ、いろいろさ権利の問題で放送できないとかさ、ディスク化してないとかってすごいさ、まあ
聞く話、自分の好きな作品もそういうのさあったりするけどさ、ほんとさ、もう一ファンとして思うと、そんなくだらないことで、もうそんな小さなことで争うなとかさ、文化を守れってさ、もう権利とかさ、どっちに権利があるとかないとか、そんな話で争うなよって、文化を守ってくれよってさ、もう完全にさ、ファンとしては思う。ね。まあね、作り手の事情があるのもわかりますけども、ね、いや、なのでね、できればそのね、経営利益だけではなく、文化を守るというね、気持ちを持ってね、いろいろ動いてほしいですね。まあ、ちなみにさ、まあ、ガイナックスとかの企画もさ、利益にならん企画をいっぱいやっててとかってあるの、監督のさ、インタビューとかでも言われてて、まあ、はっきり言ってさ、鳥取で特撮映画作るなんていうのはさ、まあ、最たるもんだと思うんですよ。利益、赤字だったと思うんですよね。地方で特撮映画撮ったからって、利益にはなんないよと。ただ、まあ、自分がいた頃はまだイケイケだったんでさ、もうかなり金もつぎ込んでたですけど、まあ、はっきり言って利益にはなってなかったと思うし、ですけど、ただ、それによって救われた人っていうのは確実にいた。自分もそうだし、自分以外にもさ、たくさんいた。人生が変わった人っていうのはさ、いたんで、なんか単純にね、その、お金の話だけで文化は語られたくないなって思ったりもする。まあ、ただ、それはそれとして、まあ、ただ、何度も言うようにさ、カラーと庵野さんの主張は正当すぎるぐらいなんで、ね。で、まあ、まあ多分ね、気持ちは一緒だと思う。一緒っていうかさ、インタビューの締めがさ、彼らと学生時代のような関係には戻れないっていうのが一番辛いって言ってて、まあ、だからさ、自分の青春の思い出が壊されたって思って、一番思ってるのは庵野監督自身だと思うんでね。あれですけど、まあなんでこれはもう本当にさ、何かしらの正論とか正当性とか物申すとかじゃなくて、もう完全に個人的な感情を吐露する、動画でした。ラジオでした。なので、ね、これにご付き合いいただきありがとうございました。もしガイナックスの関係者の方々が見ていてお怒りでしたら申し訳ありません。はい、ではでは、ご視聴ありがとうございました。